こんにちは、さおりです。今日は肩こりを解消するマタニティヨガを行います。お腹が大きくなってくると背中が丸まって肩も凝りやすくなると思います。今日は肩周りをすっきりとさせていくポーズ進めていきます。寝た向きでできますので、初心者の方、シニアの方にもおすすめです。でクッション2つご準備お願いいたします。もし2つなければ丸めた毛布でも代用できますので使ってください。最後までご覧いただくことで肩周りとってもすっきりします。今日は1つだけのポーズですので、ぜひ最後までご覧になって行っていきましょう。では始めていきます。それでは始めていきます。では頭の方にクッションを一つご準備ください。足元の方にもう一つのクッション使っていきます。ではゆっくりとお体横向きにして寝ていきます。では両膝は軽く曲げて、この内ももの間にクッションを挟んでいきましょう。で楽な体勢をとります。ではここから両手を前習いにして、手のひらを合わせていきます。ではここから吸う息で上の手を頭の上の方にぐーっと伸ばし、反対の床を通って、そして足元の方から一周左の腕を回していきます。ご自分の呼吸のリズムで気持ちよく左の肩周りを緩めていきましょう。ではあともう一周回していきます。手のひらが戻った方から今度は反対回しします。吸う息で左の手は今度下の足元の方から後ろの床を通って、そして頭の方からゆっくりとまた一周回していきます。繰り返します。吸って吐いて、ご自分の呼吸のリズムで動かすととても気持ちがいいので、ご自分の呼吸のリズムで気持ちよく回していきます。では手のひら回し戻った方からゆっくりと反対側向いていきましょう。もし仰向けきつい方は一度ね、起きていただいても大丈夫です。では今度は反対向きで同じことを繰り返していきます。両手を前習いで手のひらを合わせます。吸う息で上の手を頭の上から反対の床の方向に開いて、吐く息でゆっくりと一周回していきます。吸って吐いて。で皆さんどうですか？もし肩が痛い方は手の指先、肩の上にちょんと乗せて、こんな風に肘で回してくださっても結構です。はい、では反対回しもしていきます。上の手を今度は足元の方から反対の床を通って、吐く息でまた一周回していきます。であと2周ご自分の呼吸のリズムで回していきましょう。で肩、胸も広がりやすくなります。で産後は母乳のね、出も良くなりますのでね、赤ちゃん産んだ後もね、ぜひこの動きをやってみてください。はい、では回し終わった方から一息、はー、力
力を抜いていきます。皆さん、肩はほぐれましたか？続けて行うことで肩がとってもすっきりします。ぜひ続けてやってみてください。この動画が良かった方はチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いいたします。では次の動画でお待ちしております。